広島県総合グランド、広島県総合グランド野球場1988年、国土交通省国土画像情報をもとに、作成広島県総合グランド野球場は、広島県広島市西区の広島県総合グランド内にある野球場で、通称は総合球場もしくは県営球場。施設は県が所有し、2016年4月以降、聖火スポーツセンター、 カシマ建物、西園芸共同事業体が、指定管理者となり運営管理を行っている。施設の命名権をコカ・コーラウエストホールディングスが取得し、2008年4月1日より、故障をコカ・コーラウエスト野球場としていた。その後、組織再編でコカ・コーラボトラーズジャパンホールディングスとなったことに伴い、2018年4月1日からは、 コカ・コーラボトラーズ・ジャパン広島総合グランド野球場としているプロ野球広島カープの初代本拠地球場でもある1941年12月広島県の後期2600年記念事業の一環として完成広島県総合グランドの当時の名称だった総合大連場の一施設作業はグラウンド等と同様に市内の旧正中学校及び 道場学校の勤労法指導員学との労働力が当てられた。本格的な野球場としては中国地方発。当初は総合大連場という名称だった。同年12月7日、高了中学と広島市長が記念すべき第一戦を行い、高了が3の1で勝利している。太平洋戦争後、1950年に発足した広島カープの本拠地となった。フィールドは全面度で、 外野もシワは敷かれておらず、観客席はバックネット裏にどもりしたスタンドが少々あったが、残りの一塁側と三塁側のファウルグラウンドを呼び、外野との境に憎いを立てて縄を張り、その外側を観客席とした。縄はフェンスの代わりでもあり、打球が外野の縄の上を越えると本塁が、下をくぐると二塁がというグラウンドルールがあった。ナイター用の照明設備もなく、 カメラマンブースもグラウンド内にあり、水はけも悪く設備はあまりにも不十分だったものの、カープには県民の根強い応援の後押しがあった。市民の募金で球団を支える試み、孫募金の発祥の地でもあり、あちらこちらに募金を呼びかけるタルが置いてあった。また、平を乗り越えて、ただ見する、お客を資金難に苦しんだカープ初代監督の石本、周一が試合そっちのけで見張っていた。 ちなみに、張本勲も何度も乗り越えてみたという。1954年2月に、ジョー・ディマジオとマリリン・モンローが、新婚旅行で来日して、広島入りした際、ディマジオが本球場を訪れ、カープの選手に2日間にわたり打撃指導を行った。しかし、応援に訪れたモンローに、ディマジオそっちのけで、ファンが殺到。このことが離婚の原因になったという逸話も残る。カープ可愛さのあまり。 ボート化したファンが試合後に審判団を軟禁したり、空き瓶を相手チームの選手に投げつけるなどのトラブルも頻発した。1953年の洋松ロビンスとの試合では、洋松の選手がレフトポールに直撃するホームランを放つと、こんなもんがあるから、カープが負けるんじゃと、ファンがそのポールを引き抜いてしまうという陳事も起きた。1957年7月22日に、 広島市民球場が完成したのに伴い、プロ公式戦の開催は終了した。しかし、その後も改築や改修などを経て、現在に至るまで、県内のアマチュア野球の主力球場として活用されている。なお、1992年には、広島市民球場のスコアボード改築工事のため、カーアップのファン感謝芸が本球場での開催となった。ありがとうございます。